はようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうもー、はい、ありがとうございます。今回この動画のテーマはこちら、新日本プロレス IWGP US ヘビー級選手権試合、永田裕二 VS ジョン・モクスリー回戦かを語るー。イエーイ。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今回この動画のテーマは、本日ジョン・モックスリー選手から届いた動画について語っていきたいと思いますので、皆様最後までお付き合いくださいという形でございます。まあ大体の皆様がもうご覧になられたかもしれませんが、まだの方はぜひ見てください。新日本プロレスの、ワールドの方でも YouTube チャンネルの方でもご覧に、なることができます。ジョン・モックスリー選手からの動画メッセージでございます。まあ要約すると、永田裕二選手への挑戦表明っていう形ですね、あれは。うん、あんたがその気なら戦おうぜっていう形のメッセージが込められてました。まあ、これまでジョン・モクスリー選手、その動画の内容っていうのは、まあ大体1分ぐらいに収められてて、でも言いたいことはとても明確でっていうところで、まあ、これまで新日本プロレスの中で打撃の強い奴らから当たってきた。そして、レジェンドたちにも敬意を払っているっていうところから、新日本プロレスの日本人、まあ参戦してる日本人選手でいうと、鈴木実選手、そして健太選手っていうところと防衛を重ねてきたっていうのがあったんですけど、今回はついに、新日本プロレス所属第3世代、永田裕二選手への白羽の矢が立ちましたというところでございます。永田さん、あんたのリボルバーを持ってこいと、リボルバー持ってこいと。で、早朝酒場の外で打ち合おう、どちらが先に打てるか試してみようぜっていう形でございますという形ですね。まあさながら西部劇のガンマンみたいな形でしょうかっていうところなんですけれども、もしこの、まあ、ある意味ジョン・モクスリー選手からの逆指名でのチャンピオンシップが決まるとなると、これはちょっと熱いっすよ。ちょっと私調べたんですけど、永田選手が、新日本プロレスで、タイトルに絡んだ、経歴でいきますと、直近で、一番直近でベルトを巻いたのが、ネバー無差別級選手権試合。で、これが2016年5月3日、対柴田勝頼戦でベルトを巻きました。これが新日本プロレスの中でのベルトの一番最後の体感という形になります。それが同年、6月19日に敗れるまでそのベルトを持ってましたっていうところが新日本プロレスでの体感歴なんですけれども、じゃあ他団体に目を向けてみると、実はもうちょっと直近でもあって、全日本プロレスのアジアタッグのベルトですね、こちらパートナーを秋山純選手に従えて2018年2月3日、この時にアジアタッグのベルトを巻いております。そして同年7月29日まで保持したっていう形であるので、まあ遡ると約3年2、3ヶ月、まあ今月4月に行われるか、それとも5月に行われるか分かんないですけど、約3年2、3ヶ月ぶりのタイトルマッチというところでございますね。まあこれに結構胸を熱くするファン多いんじゃないですか。やっぱりここ、昨年までどちらかというと、これちょっと誤解を恐れずに言うと、新日本プロレスの第3世代の面々って、ちょっと、なんていうのかな、まあ、脚光を浴びる舞台から、ちょっと遠ざかってるようなイメージって、ちょっと僕持ってました、正直言って。で、いつからその脚光を浴びる、きっかけがくれたのかなと思ったら、去年ですよね。まあ、もっと言うと、今年のドーム大会なんですけど、ジュース・ロビンソン選手だったかな、ジュース・ロビンソン選手が、怪我しちゃって、出れなくなっちゃったんですよね。健太選手の持つ IWGP US ヘビー級の挑戦権利書をかけた戦いで、ジュース選手が怪我して出れなくなって、その代打指導として小島聡選手がノミネートされたと、エントリーされたという形なんですよ。で、そこから一気にこのフィーバーが来たような気がして、だから、あれで多分、新日本プロレスの上層部の方々っていうのをおっと思ったと思うんですよ。第三世代っていつどんな時でも声をかければ、いつでもですね、大活躍をできるだけのコンディションっていうのを整えてるんだ、そして周りのファンからの支持っていうのも熱いものを持ってるっていうのを多分見直したと思うんですよ。
ぶっちゃけな話、うん、でそこからというものを今年に入ってからの第三世代のここ一番の活躍ぶりってみんなこれは多分感じてる部分あると思うんですよ。まあ、後楽園ホールとかでも急遽永田選手対真田選手のシングルマッチが行われたりであるとかね、まあニュージャパンカップもしかりでね、ある中で、まあ、当然結果出る出ないはありますよ。まあ、天候地としてそれこそユナイテッドエンパイアの、面々とシングルで戦ったりとかスペシャルシングルマッチとしてね1月戦ったと思うんですけど、ああいったものもあったりっていうところですごくやっぱり引きが強い、やっぱりファンがそれだけまだまだ第三世代を必要としてるんだっていう熱量が多分上層部に伝わってるんじゃないかなって僕は思うんですよね。だからこそここで永田裕二選手っていうカードを切ってきたんじゃないかなっていうふうに僕はちょっと深読みしちゃいました。まあ、そこに対してちょうど多分ジョン・モクスリー選手の方からきっと打診があったと思うんですよ。俺次の相手は永田と戦いたいぜみたいな形があったと思うんですよ。そこに対して言ってもやっぱり、ベルトを管理してるのは新日本プロレス側だと思うので、その王者からの逆指名っていうのをありとするかなしとするかは全て団体側が担ってると思ってます。まあ、IWGP 実行委員会っていうところですよね多分、があると思うんですけど、そこでチャンピオン側からの打診で永田裕二選手が出てきた。でそこに対してここ最近の第三世代の充実ぶりっていうのは半端ないってことを現場感として肌感として知ってる。じゃあこれはチャンスだ、モクスリー選手対永田選手、ちょっとしたこれ、ま、より一層機運が高まるようであれば、ちょっと大きなところで組んでもいいんじゃないかっていう多分新日本側の意向があると思うんですよね。だから今日これ動画撮ってるのは4月5日、4.4 両国の一明け会見後にこれ撮ってるんですけど、結構主要カードって決まったと思うんですよ。 IWGP 世界ヘビー級の戦いとかね、例えば高木選手とは福岡で戦いますよ。そしてその勝者オスプレイ選手と高木選手の勝者が、ドームで、岡田選手と戦いますよっていうもうストーリーができたりだとか、それこそネバーの棚橋選手対、ジェイ・ホワイト選手の戦いが行われますよ。そしてネバーシックスメンタッグも決まりますよ。そしてデスペラーズ選手対、ヨウ選手の IWGP ジュニアのシングルも決まりましたよ。IWGP ジュニアタッグも決まりましたよっていう、それ以外の主要カードがもうほぼドンタクの中で決まってるっていう中で、あえてまだこのジョン・モクスリー選手の持つ IWGP US ヘビーのチャンピオンシップが決まらないっていうのは、これはきっと永田選手しかり、第三世代の勢いしかり、そして僕たちファンの熱量を団体側から試されてると思うんですよ、だとしたらっすよ、この動画を見てる皆さん、永田選手対ジョン・モクスリー選手との試合、 IWGP US ヘビーがかかった試合見たいですか、見たくないですか、ぜひ皆様の声を今聞かせてください。せーの、 OKOKOK、 今皆さん叫んでいただいた言葉をそのまま下のコメント欄に書いてください。はい、そうですよね、皆さんの思う心は一つだと思うんですよ、やっぱりね、ここ一番結構他の団体さんがこれ言っちゃうと、結構第三世代と同年代しかり、なんならちょっと上の世代の選手がもうベルトを取ったりとかしてるじゃないですかね、その中でやっぱり同年代、そしてそのね、同年代のアラフィフ世代がもっともっともっと新日本プロレス頑張らないと嘘だなと思うわけですよ、だからここで永田選手がもう唇を切ってもらって、今年は第三世代、永田選手、そして天山小島選手ですよね、この3選手がぐいぐい新日本本体を引っ張っていくっていう年にしていってもらいたいなっていう風に僕は思ってます。これは大チャンスだぞって、だから多分これにより新日本側としても永田選手に脚光を浴びるような舞台っていうのは多分このシリーズで組んでくると思うんですよ。そこでね、永田裕二ここにあり、っていうのを見せつけることができれば、嫌が王にも決まるでしょうよ。まあ多分ですけど、スタジアムかドームで多分決まると思います、5月の、そのぐらいのビッグマッチで永田選手対ジョン・モクスリー選手の IWGP US ヘビーが僕は見たい、
そう思ってこの動画を撮らせていただきました。はい、ぜひ皆様の熱い熱量を下のコメント欄、そして団体側に届けて、ぜひこのタイトルマッチを実現していきたいと思っております。はい、というわけでした。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見をこの YouTube のコメント欄、Twitter のコメント欄、Twitter の DM 欄までどしどしとお寄せください。そしてこの動画で扱ってほしいテーマっていうのも随時募集をさせていただいておりますので、この YouTube のコメント欄でも Twitter でも構わないので送ってきてください。この団体のこの選手について、この団体のこの出来事についてっていうのをですね、直接どしとぶつけていただければ、ちょっとお時間はいただくかもですけれども、必ず形にして皆様にお届けしたいと思っておりますので、これからも皆様この動画のリクエストをよろしくお願いいたします。そして忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、こちらもポチポチと押していただきまして、これからもこの妄想プロレスチャンネルのシェイクについてきていただければと思っておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで最後まで見ていただいた皆様、どうもありがとうございました。お届けしましたのは妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。またね、バイバイ。